どうもお疲れ様です。売上アップの方法についてちょっとお話ししましょう。売上アップの方法に必要なのは、まあ、信頼関係なんですよ。ねまあ、例えばね、試してもらいたいんですけども、売上げを、まあ、今日、お財布の中とかね、銀行口座に入ってきたお金と定義するとします。そして、経費ってのを、まあ、これは自分が銀行口座やそれからお財布の中から、 誰かの銀行口座を財布の中に支払ったお金というふうにしますよね。これを経費と売上の関係っていうふうに、まず、えー、再確認するとして、今日売上を上げようと思ったらね、例えばこんなことが試せるんですよ。まあ、1000円くださいと。3日後に2000円にして返しますということですね。で、その1000円がなんで2000円にできてるかってことは特に説明がないわけですよ。ポンジスキームかもしれないし、 1000円を減診して3000円の売り上げを立てて、で、出資してくれた1000円に対して2000円にしてお返しして1000円の利益を我がことに残すっていうのね、その形かもしれませんけども、信頼関係があったら、あ、ほんじゃあこれ1000円ね、じゃあ今度2000円にして返してね、で終わるわけですよ。信頼関係がない。 とまで言わがなくても薄かったらそれどうしてそんなことができるのって聞いちゃうかもしれませんそして信頼関係がありますから説明するとあなるほどねっていうふうに納得してくれる可能性は高いですしかし信頼関係がないと1000円を払わないばかりか理由だけ聞いてやっぱりやめとこうってなりますよねなんか怪しいしポンジ隙間じゃないのっていうふうに悪い方向に結論づけるかもしれませんですんでねやっぱね想像の中でもいいから試してもらいたいんですよ千円くれたら 明日には2000円にして返すよっていうことに対してお金を払う人がね100人中100人知り合いの中で全員ではないと思うんですよ、まあ、つまりこれが信頼関係を図る一つの指標になりますじゃあですね自分の作った商品やサービスこれを提供するから1000円くださいってみたらどうですかねその商品が必要であってももしかしたら買ってくれないかもしれませんどのぐらいの満足度がその商品に よっってて得られるかっていう信頼関係がなければ仲のいい友達でもね買ってくれない恐れがあるんですよ、まあ、ですんで売り上げを上げるためには信頼関係が必要だというふうにやっぱいつも私は思うんですよね信頼関係さえ早期構築できればさっき会った方に商品を売ることもできると思うんですよでインターネットの場合はどうやって信頼関係を作るかそれはですねたゆまぬ発信ができていたかどうかなんですよ 人っていうのは継続して発信することっていうのはものすごくね難しいと感じてます。だからこそそれをやってのけている人に対して信頼関係を抱くんじゃないかなと思うんですよ。どんなに有名な人もやっぱね3ヶ月とか半年ぐらいで発信が止まってしまった。でもその反面3年5年10年と発信をずっと続けてる人、この人はとんずらする可能性は少ないだろうなっていう感じで信頼関係を持っていただく。あとは リリースした商品がです、ね、たまたま自分のニーズに合っていればあだったら安心感とともにお支払いしようかなというふうにつながっていくんじゃないかなと思うんですよ。そうなんですよね。多分お客さんが考えてるのは商品やサービスを受け取った後にいつでも関係が修復できるか継続できるかっていうこの安心感とか信頼なんじゃないかなと思うんですよ。で商品を買ってお金を払ったらいきなり縁多くなって。 サポート期間が終わっったたら他人になななちゃうみたいなことではなくてね。どこまでも自分の人生の一部に寄り添ってもらえるようなそんなところじゃないかなと思うんですよですので売り上げアップをしようと思ったらねあの YouTube とかブログだったら視聴者さんや購読者さんにどのぐらい信頼関係が築けたか信頼関係を築くためには見てくださった人になるほどそういうことだったんだなっていうふうな問題解決を日々提供することによって この人の人話を聞いたら問題が解決するもしくは解決しそうだっていうような関係をどんどん作っておくことかなと思いますけどね。はい、じゃあこれからもね私自身そういう放送に努めようかと思いますんでよろしくお願いします。